待ちしていましたよ。もう少しで町に捜索隊を出すところでした。冗談はさておき、クロア君、僕と一緒に来てくれませんか。我らが希望、タルガーナ皇太子殿下が直々にお会いになるとのことです。あと残念ですが、ルカ君は別のところで待っていただきたい。クロア君だけでお会いになりたいとのことでして。すまないルカ、ちょっと行ってくる。久しぶりだな、クロア。タルガーナ、やっぱりお前だったのか。久しぶりだな。頭が高いぞ、クロア。お前と俺では天と地ほどの開きがあると前にも言っただろう。失礼を申し上げました、タルガーナ皇太子殿下。お前でもそんな言葉を覚えたんだな、クロア。時は経つものだ。こうして再会の時を楽しんでいたいのは山々だが、残念だがそうもいかない。なぜなら我々はまだお前を完全な仲間として認めていないからだ。はい、全ては承知の上です。神の加護を受けし巫女の懇意のものであっても、お前は大衝動、我々の仲間になるというのであれば、当然その鎧は脱ぐのであろうな。はい、ここに来ることを決めた時点で大衝動からの離席は覚悟の上です。そうか、いい心がけだ。改めて神聖政府軍へようこそ。久しぶりの再会だ。積もる話もあるだろう。今宵はお前のために時間を空けておいた。旧友の再会を喜び、語り明かそうではないか。失礼します、クロア殿。巫女様がお話が終わったら来てほしいと。ルカが？ルカがどうしたんだ？どうやら足を怪我されたようで。なんだって？わかった、申し訳ありません、殿下。ルカが心配なので今日は失礼します。おい、ルカ、どうしたんだ？ごめん、ちょっと足くじいちゃって、宿まで一人で帰れそうになかったから。なんだ、そういうことか。いいよ、おぶっていってやる。ありがとう。クロアって本当に優しいね。ほんとね、あれだけ言われてもなおルカを思い続けられるなんて。とにかく今日は休もう。ゆっくり寝れば明日は歩けるようになる。うん、あ、そうそう、明日は皇太子殿下が直々に作戦会議を開かれるそうよ。ちゃんと出席してね。あ、わかった。よくぞ集まった、我が精鋭たちよ。状況はいよいよもって緊迫しているが、今や我々の優勢になりつつある。この好機を逃すは後に大きな後悔をもたらすことになるであろう。そこで我々はいよいよ目的の一つを今遂行するために動き始める。それはインフェルピラの沈黙である。そもそも IPD の正式名称はインフェルピラ依存体。 IPD とはウイルス名、すなわち病名ではないのだ。太古の昔、人々はインフェルピラを作った。
超常的な力を持つこの弾はレイバテイルによって行使できるよう設計された。そしてそれを行使する資格を持つレイバテイルは超常的な強さを持ち備えた。その資格を持ったレイバテイルの総称こそ IPD なのである。しかしインフェルピラは神の怒りに触れその一部を破壊された。それ以降 IPD が異常をきたすようになったのだ。インフェルピラが稼働している以上 IPD の暴走はなくならない。さらには今の大衝動のようにそれを悪用する輩が出る始末。そもそも今インフェルピラは我々に何一つ利益を生んでいないのである。故に神の力を使いその機能を停止する。そしてそれを巫女が執行することによりこの世界の秩序を正常化するのだ。その方法は神の使いであるシュン殿に説明していただく。そんな説明するほど難しいことはないさ。ハイバネーションというヒュムノス歌を巫女様に歌ってもらうだけだ。ハイバネーションはインフェルピラを停止させる効果を持つ歌だ。その歌が記録されたヒュムネクリスタルという宝石がある施設に保管されている。そのある施設とは白くそびえる遺跡コンダクターアクティベーション。その遺跡からヒュムネクリスタルを回収してくればいい。以上だ。皆の者聞け、我々には神がついている。700年の長きにわたり我々は神の声を聞いてここまで繁栄してきた。そして今歴史上最悪の政府に対抗するため神は自らの分身までも使わされたのだ。今こそ神との契約を果たす時。伝統ある大衝動と神との関係を復活させるのだ。ワスイエラヒュムエンジョイ、ワスイエラヒュムエンジョイ、ワスイエラヒュムエンジョイ、ワスイエラヒュムエンジョイ。ではこれより行動に移る。大多数の者は大衝動へ向かうための準備をする。ヒュムネクリスタルを捜索する任務はクロ、お前に託す。ねえシュンちゃん、ハイバネーションを実行した後 IPD はどうなるの？そうだな、個体によってその症状は違う。 IPD の遺伝が薄ければ何事もない。しかし高レベルの IPD は意識不明になることもある。そんな薄情なことはできないとでも言いたいのか。だがこれだけは確実に言える。今後未来永劫 IPD で苦しむ者はいなくなる。そんな犠牲を出してまで歌うなんて。だが歌わねばさらに犠牲は大きくなる。そんな選択できないよ。巫女様は納得しましたか？大いにお悩み中だ。だけどあれだな。何です？ああもう純粋だと騙しているのが忍びない。仕方ありませんよ、この世界のためです。ああそうだな。結局4人で行くことになっちゃったね。クロア、アマリエ、ココナちゃん、せめてシュンちゃんが来てくれればよかったのにな。別に来なくてもいいわよ。え？アマリエ、
しゅんちゃんのこと嫌いなの？嫌いってわけじゃないけど、ちょっとね。神の使いが来てから神聖政府軍の動きがちょっと変わってて、それが気になるの。そうなのか。ええ、前はウルフマン政権の崩壊と IPD の完全浄化を掲げて頑張っていたのよ。でも最近は神との契約だとか大衝動の伝統とか、そんなのばっかり。まあでも今は言われた通りにするしかないんでしょ。まあそうね。それならさっさと行こう。うん。あ、ちょっと待って。どうした？ごめん、こんな任務の最中に申し訳ないんだけど、一つお願いがあるんだ。どうしたの？その遺跡に行く前に落石に寄ってもらえないかな。こんな状態になってもうしばらくお仕事できそうにないから、そのことをラオバさんやみんなに伝えたいの。うん、いいんじゃない。ありがとう。それじゃあまずは落石か。
るわよ。はい、誰が入ってくる。心を合わせ何かちゃうかも。私を守って。陣地にしてやる。頑張って。いつでも準備 OK よ。よっ、行くよ。体が入ってくる。撃つよ。心を合わせる。何かちゃうかも。私を守って。陣地にしてやる。いい感じ。ここだ。頑張ります。体が入ってくる。撃つよ。やるならやってやるさ。よっ、力が入ってくる。撃つよ。心を合わせる。よし、頑張るぞ。やっと。何かちゃうかも。私を守って。やる。頑張って。すごく信じてる。いつでも準備 OK よ。くらえ。どこ見てんのよ。力が入ってくる。どこ見てんのよ。おとなしく倒れてよね。心を合わせていきます。
準備 OK よ。行きます。やるならやってやるさ。撃つよ。心を合わせる。どこに力が入ってくる。どこ見てんのよ。行きます。頑張って。いつでも準備 OK よ。心を合わせる。
くいくわよ。行くぞ。行きまーす。やるならやってやるさ。心を合わせる。力が入ってくる。激しくいくわよ。やるならやってやるさ。もらい。心を合わせる。足の力が入ってくる。激しくいくわよ。感じるよ。何かちゃうかな。私を守って。ゴーゴー。頑張ってやるやる。いつでも準備 OK よ。足元が脅すよ。激しくいくわよ。感じるよ。何かちゃうかも。私を守って。Thank you.
やるならやってやるさ。撃つよ。心を合わせる。足の力が入ってくる。どこ見てんのよ。何かちゃうかな。私を守って。いい感じ。生きてる。いい感じ。いつでも準備 OK よ。心を合わせる。
この日が来た。民衆よ、メタファルスの家族よ、我らが新しい家を創造する第一歩目を踏み出そう。我々大聖堂は長い年月をかけて神に対抗する手段を講じてきた。そしてついにあの空に浮かぶ究極の兵器インフェルピラの起動に成功したのである。インフェルピラは神が唯一恐れた地上の兵器、故に神に破壊された。そのインフェルピラを蘇らせ、再び神にその矛先を向けるのだ。過去の屈辱を胸に、先人たちのテクノロジーに敬意を表しながら、我々はこの鍛え抜かれたレーバテールたちと共に神と戦うことを今ここに宣言する。全ては民衆のために、全てはメタファリカのために。戦争なんておかしいよ。よいまさら、今ここで神と対決しなければ未来永劫この世界は奴隷。でもやっぱり力でねじ伏せるのって違うと思う。それに知ったような口を聞かないで。本物の巫女だかなんだか知らないけど、あなたはこの世界のこと何も知らないじゃない。あなたに何ができるというの？あなたには何もできはしない。わかった。そこまで言うなら、私も手加減しない。今すぐに IPD を無力化します。あなたのやろうとしていることが民衆にどんな希望を与えるというの？わからない。でも少なくともあなたは IPD を苦しめ、この世界に破壊をもたらしている。この世界を潰しているだけ。分かったようなことを言わないで。私は神の声を聞ける本当の巫女なんだから、それくらい分かるもん。あなたに民衆の何が分かるというの？あなたには誰も幸せになんてできない。必ず幸せにしてみせる。ルカ、早くハイバネーション。どうした？なんで？私、足りない。倒れすぎた。苦しくなって。まさか、フレディが。まずい、歌が感染しますよ。何？
来やがった。私たちの力を甘く見ないでくださいね、災いの巫女様。400年の誓いを破り、ついにやってくれましたね。ソルマルタへの物理的介入は、契約第9032条5項により禁止されています。あなたたちは法規違反を行いました。故に、厳重に処罰します。
この世界の秩序安定のために消去させていただきます。こいつは邪鬼。ミオのミコ、何を儲けてる。早く IPD を盗撮しなさい。神の軍団を蹴散らして。ジャクリが喋った。ルカ、早く急がないと全員やられてしまうわ。動けない。ルカ。ルカ。お母さん。なんであなたがこんなところにいるのよ。心配だったから聖戦宣言を見に来てたのよ。大丈夫だから、あなたは家に帰ってて。何言ってるの。ルカだってこんなところにいたら危ないわよ。早く。私にはまだやらなければいけないことがあるの。バカなことを言わないの。命よりも優先することなんてないでしょ。母親ぶって勝手なことばかり言わないで。私のこと捨てようとしてたくせに。
綺麗で快適で大きいのドカンと頼むわよ。行くな、メタファリカを歌ってはいけない。歌えば世界は終わります。アマリ、どういうつもりだ。チェスター、ごめん。でも私たちは、この世界のみんなはずっと大陸を紡ぐことを悲願としてきた。だから私はあの子にかけてみたいの。ルカに、クローシェに。確かに神は禁じているかもしれない。でも私はその訳を知らない。そんな不公平な状況でも、神の言いなりになって今まで生活してきたけど、でも本当のことを言えば、誰もが大陸を望んでいる。それは私も、そしてジャスターも同じはずよ。拉致が開かないな。僕が行ってくる。シン、待って。ジャスター、目を覚まして。私たちの目的は IPD を救うこと、そして現政権の崩壊よ。神の使いが入ってきてから、チェスター、ちょっと変わったよ。 IPD を救おうって、だから現政権を潰すって理想を掲げて頑張ってきた。それなのに最近のチェスターは神の使いの言いなりじゃない。どうしたの？昔の大使や希望はどこへ行ってしまったの？もしソニアが生きてて今のチェスター見たら、きっと悲しむよ。ソニア、チェスター、ソニア、チェスター。本当にどうしたのよ。意味わかんない。